ニュース交通情報公益財団法人中小企業長野財団がお送りします交通情報です日本道路交通情報センターからお願いします

国道19号線は塩尻市方面に向かう上りが村井下町北で2キロ渋滞しています。塩尻市の国道19号線は松本市方面に向かう下りが栗幅で1キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターでした。ありがとうございました。続いてニュースをお伝えします。今日の東京株式市場は、 アメリカの追加経済対策による景気の先行きへの期待が高まり日経平均株価の上げ幅が一時700円を超え2万7500円を上回りました取引時間中としてはおよそ30年ぶりの高値水準でバブル経済が崩壊した後の最高値を更新しましたアメリカ議会下院が 追加の経済対策として現金給付額の増額法案を可決したことが伝えられ、景気の先行きを楽観視する見方が強まりました。新米ニュースです。新型コロナの感染防止のため、今年は帰省や観光で県内を訪れる人が減っていて、静かな年末を迎えています。JR 長野駅では、 ホームに到着した新幹線から降りてくる人の姿はまばらで、例年のように混雑した様子は見られませんでした。北陸新幹線の自由席の乗車率は、東京発の下りが午前中は30%以下となっていて、例年を大きく下回っています。乗客は心配なので PCR 検査を受けてきた。短い帰省だが家族の顔を見られれば、などと話していました。 今年は県内への入り込みに目立ったピークはなく、静かな年末年始となりそうです。変わって天気予報です。明日からね年明けの元旦まで、中南部でも雪が降り、北部を中心に大雪の恐れがあります。今後の雪の情報に注意ください。明日、明日北部は雪で昼前まで時々曇り、 中部はは曇りで明け方かから朝は雨か雪南部は雨か雪で昼前から曇りでしょう長野で頑張る中小企業を応援する「求人ナビ長野」企業情報を登録しておけば求人情報の掲載はいつでも何件でも OK 求人情報の掲載期間は最長1年間公益財団が行う事業のため掲載料など 詳しい内容お問い合わせは「求人ナビ長野」で今すぐ検索